伝久氏は、春秋時代の聖国の大部で、伝子の宗主。聖国の政権を掌握し、後の伝祭の短所を開いた。聖は、しわだあるいは陳、意味縄久氏あるいは常、送り縄聖、伝重子、陳重子とも呼称される。伝骨の子として生まれた。紀元前485年、伝骨が死去すると、伝久氏が後を継いで、伝子の宗主となった。 生の痛み孔が殺害され、観光が建てられると、伝久氏は、土目と共に、左右の層となった。伝久氏は、土目を憎んでいたが、土目は観光に気に入られていたため、その権力を奪うことはできなかった。そこで、伝久氏は、伝骨の時代の政治を復活させることにし、穀物を支給するときには、大きな塔を用い、収納するときには、小さな塔を用いることとした。 生の人々は、老女が機微を取れるのは、他ゴのおかげだと歌った。生の大部たちが参頂したとき、魚のの飼いが、電子と死は、並び立たないので、どちらかを選ぶ、洋観光をいめたが、観光は聞き入れなかった。時に、電子の遠い親戚である他兵は、土目に仕えて、気に入られていた。そこで土目は、電子の宗家を滅ぼして、他兵を代わりに、 電子の宗家に立てようと計画した。他表はこのことを電子に伝え、起線を制するよう進めた。紀元前481年5月、電氏は兄弟たちと共に騎兵して土目を攻め殺し、観光を女で捕らえた。6月、電氏は女で観光を殺害させた。電氏は観光の弟の教を立てて、聖光として即位させた。電氏は聖の宗となった。 伝久氏は観光を殺害したことから、諸公が自分を処断する名目で信仰してくることを恐れた。紀元前480年冬、伝久氏は、彩と路を交和させ、生の地を路に変換した。その他守るにもかつて信仰した地を変換した。伝久氏は、進むの藩士、義士、長氏と結び、南方の呉や古氏との通行を開いて、生の対外関係を安定させた。 国内では広く論考交渉を行って、人心の集団に努めた。伝久氏は刑罰を下す権限を独占して、正の皇族一門や奉仕、安氏や土めの一族を粛清し、独裁権を確立した。伝久氏は、阿比ラより、東は、牢屋に至るまでを、自らの風優とし、平行の職優より、広大な領地を経営した。伝久氏は、 生国中の女子で身長700以上あるものを自らの高級に入れ、その救助は100を数えた。しかし品格屋とネリたちが高級に出入りすることを禁止しなかった。電久差しが死去すると70人余りの男子があった。この手番が後を継いだ。ありがとうございます。